24時間で約1300万、単純計算で約1億1700万ぐらいが3万位のボーダーなのではないでしょう。はい、ということでネコマンチャンネルです。使ってみた、やっていきたいと思います。石川歩夢選手とね、モイネロ選手を使ってみたで使ってみようと思います。どうせ視聴者少ねえんだったら使ってやっ、はい、ほんじゃ最初の相手はドン、4割8分3厘。おお、いいんじゃないの。さあ早速やっていこう。1番ケツ穴、はい、石川歩夢のね配球ね、いろいろ考えたら末にね、この間やられてすごく嫌だった石川歩夢でいこうと思います。はい、あーめちゃめちゃこれね本当嫌だよ、マジで本当、ね、4割8分3厘だが5割8分3厘だが知らないけど、こんな打てるわけねえから、マジ本当ケツ穴確定したけお前のよ。あ、なんでお前坂本勇人が一番とか思う。石川歩夢選手強いね、強いね、マジで本当強いね、マジで強いと思います。はい、めっちゃ強い、めっちゃ強いからね、マジでね。2番大貞治、いや本当にね、マジでね、大貞治ほらね、これめっちゃ強いんだ、めっちゃ強いんだって本当に。ここすごく嫌だから、高橋由伸1番坂本、2番大貞治、3番高橋由伸、ふざけんな、キャラゲーじゃねえか、調子乗んじゃうの、クソだよ、キャラゲーやってんじゃねえよ、キャラゲーだよキャラゲー、ふざけんじゃねえ。もうどうせね俺の動画なんて誰も見やしねえからね、もう好きかって言ってやろうと思ってね。ああ、高橋由伸キャラゲーだ、ふざけんじゃねえぞマジで、強すぎやって。いやてかこの石川歩夢ね、新しい石川歩夢ね、進化がね A 級員になっててね、これまた強くなってるわ、ああ強くなってると思うわ、打たれる気がしないもんねマジでね。高橋由伸だろうが大阪、ほらね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 、もうめちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ強い、柳田悠岐もうキャラゲーじゃねえから、調子乗ってんじゃねえぞお前、バーカバーカ食らえ渾身のストレートじゃ、ほらめっちゃ強くない、めっちゃ強くない、これめっちゃ強えわこれ。はい、とりあえず猫マンのいいとこ見してやんで、あとはもう石川歩夢選手に抑えてもらって勝とうよって話さ、ね、モイネロ使って石川歩夢選手でピンチになってって、おい、はいはいはい、めちゃ強いんだって本当にこれマジで、めっちゃ強いからこの配球真似しないんだよねマジでね、この配球だけは絶対真似しないんだよ。そもそも石川歩夢なんて俺打てねえからね、石川歩夢使ってくるやつも性格悪いと思ってるから、めっちゃ強いマジで本当に、これ強すぎるわほんま、ほんま強いということで、はい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 、早く早く、もう早く負けろ、お前の負け確定してんだよ、もう俺の勝ちなんだって、俺の勝ちは確定してんだって本当に、ああ早くしろ、ほら早くしろって、ほらもう負けるんだって、お前の負け確定なんだって、もう赤丸出してる時点でお前の負け確定だって本当に、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お前モイネロ使い忘れたじゃねえか、こんなの猫マンじゃない、こんな口悪くない、俺ダメだよ、なんだ今の、お相手さん打率3割2分だったね。はい、やっていきましょう。高橋由伸強いよね、実はね俺も使ってるんだよね使ってる、はい、ということでね、ここの階級をね今回はね続けていこうと思います。絶対真似しないで、めっちゃ強いからこれ、あまりにも強すぎてほぼ 100% ボンダになります、だから本当に、ね、やっていきましょう、やっていきましょう、やっていきましょう、いや強いね強いね、これ強い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 のよこれ、あれ強いのよ、もう打たれる気がしないのよね、えそういえばあのランキング走ってますかね、みんなね、みんな走ってますかね、え今回は則本晃大選手だけ取ればいいと思います、はい、金子千尋選手は、ね、どうせ来年も再来年も出るから、はい、いや再来年は分からんけど、来年は分かんないけど、ね、どうせ再来年出るから、ね、えそれよりもね日ハムで金子千尋出してくれって話ですよ、はい、打たれる気しないね、はそういうとこやぞこのゲーム、はい来ました、コントロール切れタイピン、もうこんなん出たら、もうこんなん出たら絶対抑えるよ、絶対抑えるよ、なんか弱くないマジで、弱くないマジで、バースとかマジ弱くない、バースって何色、マジで 何色なの、どういうことなのバースって、 なんでバースとか欲しい、はい、こういうことです、こういうことです。ねえ、振っちゃうね、振っちゃうね。そしてこのストレートが詰まるのよ。ねえ、はっ Oh my god! Oh Jesus! Oh my god! いや、それはないわ。それはない。それはありえない。普通にありえない。
やってることもおかしい、やってることおかしい、もうやってることが危ない危ない危ない、怖い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 。ていうかね、このゲームね、まず本当少し直した方がいいと思うところがちょっとあってね、あの守備でさ、くるくるになるやつ、あれ何マジで、あのくる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 って回るやつ、あれマジおかしいからね、あれね、本当ね、いい加減にしろよマジで、直せよコナミ、okay. お前に言ってんのかどうする、いやもうそういうのやめろよマジで、なんなのよ、打てねえからってそこでやんだろ、分かってんだよこっちは、こっちは分かってんだよ、お前打てねえからそこすんだよお前、こういうのやるやつはね、大体ね親に対してババアっていうタイプの人です、はい、すいません嘘です、ね、カットしないから、こういうのこういうのカットしない、使うから使うから、どんどん使って、めっちゃ口悪くいこうかなと思ってる、はい、こういうことです、大貞治とかバースとか使って、それかバカチクショ、うわクソ羨ましい、はい、ということで、山本浩二さんを抑えて、この後誰かに控えてるのか分かんないけど、山本浩二さんね、ちょっと抑えましょう、抑えちゃいましょうよ、はい、進化、これ暗い、俺の進化だよ、打てよ、もう振れよ、もう下とか急にね、投げたりとかさ、効果的ですよ、振れや、もういい、ストレートだ、もう許さん、もういいです、おー、それね、振ってもらわないとね、ちょっと弱いね、やっぱり、はい、来ました、うん、引っ張り警戒とこの進化は相性が抜群だね、さてさっき忘れてたから使えます、モイナロさん、モイナロ行きます、リバーモイナロ選手ここで出します、投入します、はい、かかってこいよ、ほらもうお前はもうね、は何よそれ、お前キショすぎるって、お前それはさすがにキショすぎる、もうキショイの三段活用、キショイキショはキショゲスト、はい、気象、もう気象ゲスト、もう気象ゲストよ、もう明日から名前変えろよ、お前の名前気象ゲストよ、あもったいねえわ、なんて名前だったか忘れたけど、お前もったいないよ、もう気象ゲストよ、はい、もうあとワンアウトで終わりですよ、リバンモイネロさん、あとワンアウトで終わり、もういいって、そういうの打たせるじゃん、だってマサタカだもん、マサタカが打たないわけないじゃん、あれマサタカからマサタカに変わった、なんで、あ、源田だったのか。源田。はぁ、すごいっしょ、それ。最近外角の球すっごい引っ張っても飛ぶようになったよね。また変わってきてると思います、環境。はい、だからどうしたと。これがタイピンカーブの力やと。なめんな、これ。はい。ということでね、あのまだまあまあまあまだモイネロのタイピンを見足りないかと思って、ここはね全部ねバントしてきました、はい、全部バントしてきました、はい、なんでねここでねもうねタイピンモイネロのね強さを見せていこうじゃないなんていうことなんですよ、はい、なんですよ、そうなんです、いやほんまやめろよそれ、いやタイピン消えちゃったじゃねえかよお前、大丈夫、いや怖いね、ちょっとストレートにこの人合ってないから、ストレート投げてこい、ね、おしよし、なはははムカつくなムカつく、はい、これ振らしてワンアウトしか取れないっていうね、いやどうすかな、怖いな、田淵さんとかさ、バースとかだなんてさ、ただね、モイネロに返したらね、もうね、これは雑魚同然ですよ。モイネロからしたら、こんなもストレートでダウンですよ、ドーン！それはないって。それはない、いや、なくないんだけどさ。なくないんだけどさ。それはなくない？なんだそれ。おもんな。お前おもんないなお前、はあ、サークルチェンジ一球も投げてねえわ、そういえば、さてここはあとはまあ俺がね美しくさよなら勝ちして終わろうじゃないのっていうことでね、はい、とりあえずまずヒットもういただきますよ、そんなの、うん、もう勝ちゃいいんでしょ、勝てばいいのよ、何を言ってんの、勝てばいいんだよ、勝てば、とりあえずどれぐらい相手の高速ぐずらいったを我慢できるかって、おーし、そういうことです、あのねもうね外角の球でもね何でもねもう引っ張っちゃおうっていうね、
引っ張っちゃおうというゲームになっちゃったよ。なっちゃったよ、うん、ゲームになっちゃったよ。なっちゃったよ、ね、もう、あい、あっ、うわ、なんであんなにずれたん、ムカつく。タイピン忘れるな、タイピン忘れるな、もう腹立つ絶対クソリャ。